皆様こんにちは、きぬちゃんです。東山植物園に桜を見に来ました。植物園に入ってすぐ双葉葵が花をつけていました。珍しい花なので皆様にも見ていただきました。今日の動画のテーマは2つ。1つは東山動植物園の桜の回廊、全国から集めた約100種類約1000本の桜が見られます。2つ目、後半は名古屋でおすすめの桜の名所、きぬちゃんが勝手に選んだ10カ所を見ていただきます。最後までごゆっくりご覧ください。私を照らしてく闇に